皆さんこんにちは、吉丸でございます。星空ニュースからやっていきたいと思います。早速公式ツイッターよりですねお知らせ上がっております。2019年の3月22日の金曜日ですね、いよいよと銀河剣審判の兜神話の鎧上下ウロボロスの盾如来の痕が、やってきます。1日無料炊き出しもあるのは非常にいいですね。はい、こんな感じでございます。でもちろんですね、プレミアム、福引きも来ております。こちら1人9回限定ですね。まあドラクエ9ということで9回なんだと思いますが、もう本当に今日日付回ったタイミングでガチャが来るということですね。で性能の方も早速動画で上がっておりますので、こちら、星ドラ公式動画の方でチェックしてみてください。ではちょっと早速ゲーム画面に戻って少し性能の方を見ていきたいと思います。はい、でいろいろ触れたい部分はあるんですけれども、今日はもうちょっと単純にね、ガチャに関して触れていきたいと思います。こちら、公式動画よりキャプチャーさせていただいたものになります。まず銀河の剣登場ということで、メインスキル覇王山、ここはもう CM で出ていたのでね、まあそうかなとは思っておりましたけれども、ただまあ11の技がないんで入ってきたのは少しびっくりいたしました。あとはまあかなり強いスキルとしては多分剣の舞っていうのがあってね、まあわかんないですね、銀河の剣勇者剣みたいなのがあったら勇者剣に剣の舞がね、入ったら面白いかなっていう話は以前からもしていたんですけれどもね、モンスターが剣の舞やってきたりはしますね。では性能見ていきましょう。はい、まず攻撃力185なので、まあ高めではあるんですね。ただ攻撃魔力が30ということで、まあ魔法戦にも使ってねというような、そうですね、剣になっているというところが一つポイントかなと思います。で貫突スロット、ここがもう本当に肝だという話はしていました。器になるのかならないのか、うん、この感じだとですね、正直そうですね、赤 S、まあ、呪文もね今後強いのが多分出てくると思いますので、いやここは S、 マルチスロットの S だったら面白かったと思うんですよね。 A で止まってきたということは、まあ、もしかしたらね9の復刻イベントとかで、まあ、覚醒とかしてここが S になるっていう可能性もあるのかもしれないんですけど、まあ、メインの覇王山が S なので、まあ荷積みはやっぱりちょっとねしたいかなっていう気はしますよね、うん、メインスキルが同じ装備にさせないっていうのは、まあ、ちょっと古いのかなっていう気もいたしました。で最後は補助 A ということで、まあ少し補助も行いながらね、ピオリムなりバイキなり、まあベホイムなりね、うん、まあそうやってちょっと補助しながら戦うような感じなのかなというふうにも思います。はい、で、メインスキル覇王山に関しましてはですね、20秒で威力 700% のイオ属性全体ときました。まあ今エルギオスがイオ弱点なんでね、まあイオできたという感じかな。まあただ全体で20秒っていうのはかなりまあ早い方ですね。しかもこれぐらいの火力を誇っているとなると、まあ、スピードはかなりあるんですよね。しかもなんといっても一番、見ておきたいのが武器してないんです、これ。なので持っておけばいろんな、今後武器にさせていくということであれば、もう取り出しとしては1本はまああるとかなりいいんではないでしょうか。はい、なので、まあ、抜き出し用という考え方をされる方が多分多いと思いますね。僕も今のところそうかなと思います。ただ、まあ、わかんないもんね。錬金とかそういった、錬金とか覚醒か、TAS になるようであれば、まあ、器にもなり得るという予測もできるんですけど、今現在はもう A 止まりなんで、とりあえず抜き出しでいいんじゃないのかな。で、また、パワーアップするときにガチャを引けばいいのかなというような判断です。はい。まあ、ただ火力はかなり高いですよね。で特性が銀河の導きということで、補助特技、スキルゲージ 3% 減、動画で見ると割とまあ少し早く回っているのかなという気もしますね。はい、ここはパーセンテージ、要は運要素ではなく補助特技が早くもう回っていくっていう
意味で考えれば、まあ一つ使えるような特性ではあるのかなというふうに思いました。では次行ってみましょう。如来のコーンですね、攻撃力173ということです。ただまあちょっとスロットを見ると補助 A がこれがまあ3積みできるみたいなね、まあ、言ってもねやっぱりルビコンがありますから、でパルでも使えると考えると、抜き出しじゃないですかね、もう A っていう時点でね、これはね、はい、そうですね。でしかもこれはまあ青が2個ないのでね、まあ、あのパラディンもおそらくできないと考えるんであると、まあ、なおさらそうですね、抜き出しかな。ただ得意モンスターがゾンビとエレメントと2つある感じなんですね、はい。でスキル見てみましょう。これ奥義コンセンサスでいいんですかね、攻撃力 20% 上げが入ると、これまたね極み玉でも素早さが上がるのでルビコンの株がめちゃくちゃ上がったんではないでしょうかね。もう素早さも上げながら攻撃力も上げながら戦えるということで、19秒で威力 500%、まあ、無属性ですかね、はい、敵1体ということでございます。まあ面白いなと思いますね。19秒、まあ無属性だからいろんなところでも使えるし、とりあえず攻撃力上げながら戦うっていう選択肢で考えていくと、悪くないと思いますね。僕考え方によっては銀河の剣より如来の紺の方が欲しいっていう人もいるじゃないのかなっていうね感じもしてしまったぐらいですね、はい。で特性が如来の導きということで、今回は補助呪文のスキルゲージ 3% 減ということでございます。まあ、ただねその補助呪文、その補助武器としてはまあ今優秀なのがたくさんあるんで、前も言ったようにねやっぱりコンは、なんかルビコンを器としてこれを入れていくのがいいんではないかなというような判断でございます、はい。というような感じで公式動画よりキャプチャーさせていただきました。はい、ではちょっとまたゲーム画面に戻りますけれども、そうですね、正直な感想としましては、まあここででも S もう一個入れれる形でも良かったのかなっていうのが、はい、正直な感想ですかね。なのであとはまあそうですね、いつも通りなんですけど、もう防具ね、もう防具に期待してまあ引いていくのがいいのかなと思います。もう僕はいずれにせよ、銀河の剣で、ね、ガチャ少しプレミアム回す予定ではいますので、またガチャ動画は上げてみたいかなというふうに思います。覇王さんはでも、ね、汎用スキルとしてはまあ取っておいても全然いいと思いますので、ただ6分の1ですからね、ここは下手すると90連引いても出ない可能性もあると考えると結構怖いガチャになるのかなと思いますけれどもね、はい。まあルビコン貫突持っている人は如来のコンは欲しいんじゃないのかなって気もするので、まあ、いずれにせよね、かなり、多くの方が引くガチャになるんではないでしょうか。まあその他もろもろいろいろと喋りたいこと、やりたいことはあるので、またおいおい動画でやっていこうと思いますけれども、昨日ですね、プレミあじゃあ生配信でですねマルチキャンプの鍵ですね、行きました、はい。で協力していただいた方がおりまして、21名の方がマルチキャンプの鍵に参加できました。ありがとうございます。ゆうきさんとやすずんさんに、ね、鍵を出していただきました。まだ部屋が入れなかったという人も結構おるみたいです。ただイベント自体は続いていくので、またぜひ、ね、生配信で鍵出してもいいよという方がおりましたらね、またうちの生配信は優しい人ばかりなので、みんなで協力し合っていきましょうっていうのが軸になっておりますのでね、また出してくれる人がいると思います。その時はね、マルチキャンプの兵だって鍵を出して、まあ、みんなでね、行きたいと思います。では今回この辺で終わりたいと思いますけれども、最後にね炊き出しをやって終わりたいと思います。いよいよこれも最後となりましたね。今回セラフィムから先に引いてみようかな。これで2ハネしなければ僕はもうセラフィム装備にはもう恵まれなかったということですかね。ぴょん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 、来い。残念残念、あとはもう銀河の剣に行きたいと思います。
ただ銀河の剣もね、まあ、前回アバンでプレミアム50連してだっけ、4回が全部アバンしたしか出なかったっていうね、ちょっとまあ悪い予感がしておるんですけれどもね。まあ爆死だけはやだな。ぴょん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 、来い。いやー今結構早かったから2羽かなと思ったんですけれどもね、残念でした。こちらも結局対象を引くことができずで終わりました。ではですね、銀河の剣やっていきたいと思います。あ、今日生配信は、ガチャが来るということで11時からね、やる予定でございます。ちょっとわかんない、もう少し時間も早めるかもしれない、10時半とかその辺ツイッターの方でご報告すると思いますのでね、よければまた皆さんで集会しましょう。で0時から一旦ガチャを僕引くので、また0時半過ぎぐらいに、まったり雑談の方部屋を建てたいと思いますので、まあ、みんなでね、まあ、ちょっと星ドラ雑談でもしようかなと思っております。ではこの辺で終わりたいと思います。吉丸でした。さようなら。